菅内閣の改革が止まらない。右から左までなぎ倒していく。福島の原発処理水にもついに決着がつくかもしれません。はい、ということでこんにちは、参議院議員の音喜多駿です。今日も Vlog をスタートしていきたいと思います。こちら10月の16日に撮影してるんですけども、昨晩ですね、驚きのニュースが流れました。汚染処理水の海洋放出決定へ、政府方針、月内にも福島第一原発ということで、共同通信や毎日新聞が報じているのをですね、私も見ているんですけども、この福島第一原発の中にはですね、今、私は処理水と呼んでまして、メディアは汚染処理水とかいろいろ言いますけども、今、放射性物質を帯びた水が大量にタンクに溜められて、溜まっています。で、この問題はですね、何度か日本維新の会は、この国会でも取り上げてきてですね、もう1年前にはですね、この水はですね、海洋放出、海に流すべきということを提言しておりまして、その問題についに決着がつくかもしれないというですね、これ結構ね、ほんとビッグニュース、原発問題としても福島の復興にとってもですね、極めて大きいビッグニュースだというふうに思っております。で、ちょっとこの問題に明るくない方のためになるべく簡単に解説をいたしますと、今福島の第一原発というのは当然事故が起きて今使えない状況で、廃炉に向けていろんな作業が進められていくわけですけども、この原子炉はまだ、この原子炉ウランとかね、あれがまだ残っているわけなので、これはね、冷やし続けなきゃいけないわけですね。冷やし続ける、もう電力は発電はしてないんですけども、エネルギー源としては残っているので、冷やし続けなければいけない。それはお水を使ってるわけですけども、で、お水で冷やしたりするとですね、当然、その周りを通ってきた水というのは、放射性物質、強い放射線を浴びてしまって、有毒の放射性物質を帯びてしまう水になる。で、これ汚染水ですね。で、こうした汚染水というのは、当然この原子炉をですね、廃炉が完了して冷やし続けなければいけない状態が続くまでですね、この水というのは発生し続けるわけでございます。だからこれをどうするかというところで、今日本の福島第一原発はこのタンクを作ってですね、そのタンクの中にこの水をずっと溜めてきたということで、このタンクが今もう福島第一原発かなり広大な敷地はあるとはいえですね、もう福島原発の事故から約10年が経過をして、もうそろそろさすがに敷地も満杯になってしまうと。で、このあとの残り2年ぐらいで決着をつけなければ、もうですね、保存するところが保管していく場所がないよということで、長年の課題となってきたというのがここまでの経緯です。でもですね、これ重要なポイントとしてはですね、この原発の処理水、我々はこの、で、汚染水っていう、確かにこの冷やした直後は当然放射性物質を帯びてですね、汚染されてますけども、今科学技術でもうほとんど有害と、される、ほとんど無害とされるところまで処理ができるので、我々こう処理水と呼んでいるんですけども、この処理水というのは福島第一原発だけの問題ではなくて、世界各国いろんなところに原子力発電所、原子力施設があって、この核融合炉で発電していれば当然冷やすという作業は発生して、どこでもですね、これ生じる問題なんです。じゃあ世界各国どうしてるかというとですね、これは処理をして一定基準、このもう海に放出しても問題ありませんよというところまで無害化したら海に流してる。お隣韓国だろうがドイツだろうがアメリカだろうが、ドイツは言わないのか、原子力発電所は稼働しているところはですね、すべてこの海洋放出をしているというのが現状なんですけども、なぜか福島第一原発だけは事故が起きたというだけの理由でですね、同じなんですよ。もう仕組みは一緒で、この原子力発電所の原子炉を冷やしていく、冷やしてこの放射性物質を帯びてしまった水を処理をして無害化をして海に流していい基準値まで、この汚染度が度合いが下がったら海に流すということが、なぜかこの福島第一原発だけは許されないという状況がこれまで続いてきたわけなんですね。ただこのなぜかといっても、これは国民感情としてね、やっぱり今この大きな事故が起こって、周りがほとんど住めないような地域に、かなり長い時間住めない地域も生まれてきたし、今も未だにこう住めない地域もあるという状況の中でですね、そしたら原発の事故の元になったこの原子力発電所、そこでこう発生したいわゆるこう一旦は汚染した水というのを海に流したくないというのは、そして海に流せば風評被害が発生してしまうんじゃないか、こういう感情が起きてしまうということは十分に理解できるところではあります。だからこそこれまでこういろんなですね、委員会が省委員会というものを、ちっちゃいこの検討委員会を作ってですね、じゃあこのお水をどうしていくべきかということをずっと検討してきたわけですけども、これはもう論理的に科学技術的に考えれば海洋放出しかありませんし、しかも海外ではもう普通にスタンダードで行われていることなわけですので、結局の行き着くところまで、約2011年から丸9年以上検討して、ようやくですね、穏当な結論というか、この技術的には、そして現実的には海洋放出しかなかろうという結論に、この審議会の報告はたどり着いたわけですね。
ただそれでもですね、最後はもう政治決断だけだったんですが、なかなかこの民意、有権者の方々、福島の方々の思い、こうしたものに配慮で決断しきれなかった安倍内閣の宿題とも言える、この大きな問題に、ついに菅政権、菅総理は、このもう放出、海洋放出をすると決断をされたということですから、これはね、非常に大きな前進ですし、ちょっとまだ報道ベースでね、総理の口から出たわけではないので、最終決定とまでは言い切れないんですが、もう本当にこれが決断したとすれば、これはもう菅総理のですね、一つの大きな功績になるのではないかというふうに思います。で、もう本当ね、菅内閣が発足してから、不妊治療、あれ総裁選の時からでしたけどね、不妊治療の社会保険適用から、アフターピルの解禁、こういういわゆる左派の方々のお株を奪うようなリベラル政策を思い切って進める一方ですね、この放射性物質が含んだこの処理水の海洋放出は逆にこの左派の方々が一番大反対する。逆にこう保守とかね、いわゆる一定数原子力の政策に理解がある保守層が望んできたこの政策というのも大胆に進めていくということで、右も人にもですね、ブワッとこう制圧していくような、この菅総理のですね、仕事っぷり、この改革やこの断行っぷりにはですね、ちょっとですね、お株を奪われているというか我々としても、野党としてはですね、もう危機感を覚えざる、得ない状況ではあるんですですけども、政策がね、前に進むということは、とてもいいことでありますので、そして、この処理水のですね、海洋放出については、維新はかねてから、もう丸1年前からですね、タスクフォースとして結論をまとめて、早く早期に海洋放出を決断すべしと、提言してきた立場ですので、応援をしてまいりたいと思います。ただ、ここからですね、じゃあ海洋放出ということが決定されてもですね、そう簡単にはいかない。これからいろんな、その海洋放出するための新たな施設、設備を整えるために、やっぱり1年から2年は必要であると言われてますし、その間に風評被害対策、漁協とかね、漁師さんは最後まで当然反対されるですから、されるでしょうから、そうした方々にどこまで寄り添って保障を具体的にしていくのか。あるいはですね、日本維新の会、大阪維新の会は、以前から提唱していた通りですね、その風評被害が心配だというのであれば、大阪湾でも放出することを検討したいと、松井市長代表がおっしゃって、申し上げておりましたので、そういうね、全国で、ちょっとずつですね、これは科学的にはあまり意味のないことだと思うんですけども、全国の、自治体もちょっとずつ協力してもらって、その処理水を流すと、いうような、そういうことを本当にやるのかどうか、そして、それをやるのであれば、大阪は協力すると、松井市長代表、大阪市長もですね、こう宣言されておりますので、そうしたこともですね、我々建設的に提案をしてですね、少しでも、この海洋放出がスムーズに行われて、そういう風評被害最小限にしていき、福島の方々ができるだけ納得できる形でですね、これを進めていきたいというふうに思いますので、その点我々の政策提言というのもですね、これを後押ししていく点では役立つ面もあると思いますから、ここはですね、積極的に触れて、この折に触れてですね、取り上げてまいりたいと考えておりますので、引き続きぜひ皆さんもこの問題にご関心持ち続けていただいて、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。